12試合、今日12試合だから見てる人も大変だろうなって毎回思う。俺初めて見る側に回ったからな。でもやる方も大変でしょ。まあどっちも大変だと思うよ。でもどう、12試合やった経験として、デュークって LGS のバッジもらえてないの？なんかさ、いや分かんない、まだ見てないから分かんないんだけどさ、俺さ ID 違ったんだよね、表記が。デクシューみたいな名前になってさ、あーどうなんだろう。え、見てないから分かんない。もらえてるか見てよ。ちょ、次言って。うん、 LGS バッジつけてよ、もらえてんなら。もらえてなかったらどうしよう。強いよなこのパスワイン。バッチ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 。じゃああると思う。俺はさすがにないと思う。そのアカウント、ね、いやこのアカウントじゃね、普通なくね。やっぱほら選手として出ないとダメなんだって。でも代打とはいえ選手じゃない。あ、見た、だってないもん。なんだ、ないのか。ディオでチャンピオン取ったのに。本当に。で、名前違ったもん。デキシューってなったもん。なんで名前違かったの？分かんない。だから名前違うなって思いながら見てたんや。でも俺は。名前違うまま出てたの？出たよ。やば。なんか一個文字ないなって思いながら。いやでもさ、聞いてたから。なんか。うん。それぞれの、そのなんかだあれこその何秘訣っていうか、まあサブの人も書いてあるなんかねデータがあったんだよね。それぞれハードディスクがあって、うん、でそこに名前が書いてあるの全部それぞれ、うん、それを入れたらなんかその人のデータが全部バッみたいな。でそこにハードディスクに書いてある名前がもうそこの時点で名前が違ったからさ。言わなかったの？いやもうなんかさ、それ多分言ったところでさ、もう全部登録されてるからさ、その名前で。うん。多分めちゃくちゃ時間かかるんだよね。っていうのってもう言わなかった。さすがいい家だな。なんかいい家らしいんだと。なんか、あれ、デバイス、事前に、前日にセットして、で、そのまま置いとくんだけど、うん。なんかデバイスなくなったらしい、なくなったらしいね。え？選手の？CR の。で、何その、小学生のなんかいじめみたいな。いや、で、そう、んで、亡くなったっていう通報を受けて、シアンの電話じゃなかって、うん、それだけね。で、メイリーさんが急いで、届けに来たらしい。で、届けに来た結果、あったらしい。どこにいや、わかんないけど、デバイスがあったらしい。だって前日に置いとくから誰もいじんないんでしょ。いじんないと思うけど、一回多分箱にしまった可能性もなきにしもあらず。意味が分かりませんもん。なんか前日の場合は大丈夫なんだけど、次の日とかは、うん、あの何会場が A と B あるから、 A それのなんだろう移動のために一回全部箱にしまうみたいなことがあるんだけど、まあ、前日はそれしないから、うん、なくなることはないんだけど、マジでメイリーさんかわいそうだと思った。